建国記念日の今日北海道神宮では地元の書道家が新型コロナの収束と世界平和を祈り長さ5メートルもの大きな紙に安寧秩序と力強く筆を走らせました今日の道内の感染者は92人で7日連続で新規感染者が100人を切りました一方で 15日以降も延長する方針の道の集中対策期間中でも札幌市全域の接待を伴う飲食店とすすきの地区の飲食店への午後10時までの時短営業要請を延長するかどうかが焦点となっています感染者のさらなる減少に向け延長を求める道と感染者が減少傾向にある中で なぜすすきのだけを延長するのかと反発する。札幌市との間で協議が続いています。銅は明後日にも開く、対策本部会議で正式に決める方針です。